手元も取ってるんですか。将棋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 。いや将棋。将棋の藤井聡太名人が羽生善治九段と将棋対決。その表情を写真に撮りまくる女優の広瀬すずさん。一体これは？お邪魔します。あ、将棋盤がありますね。いいですね。待ってました。どうぞくつろいでいてください。くつまるで将棋。考えてるとこ。駒回し。将棋。将棋。いや将棋。将棋に興じる藤井名人と羽生九段の表情を写真に撮りまくる広瀬すずさんと横浜流星さん。4人が和服に身を包み興じているのはお正月におなじみのお正月を映そう新 CM の撮影現場です。はい、よーい、スタート。はい、カット。はい、カット。はい、写真で撮ってるのに気にせず食べてます。いつもどこ書いてます。この辺です。じゃあそこちょっと幅広めで広めで分かるやつ、そこ中心に。はい、よーい、スタート。ではてるとこ。完成した新 CM がこちらです。お正月。お邪魔します。どうぞくつろいでいってください。じゃあおせち。あ、将棋盤がありますね。いいですね。え、ではインスタックスファイルで将棋考えてるとこ。おやつタイム。ちなみにあとどのくらい。あと30時間ほど。正月遊びもどうですか。羽根つき、駒回し、福笑い、将棋、カルタ、将棋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 。手のひらチェキインスタックスパル。富士フィルム。そうですね、あのこの CM の中でもこう将棋をこう指すシーンが本当にこうたくさん出てきて、こうその中であのこう羽生九段の方がその広瀬さんの方からこうあとこう何こうどのぐらいかかりますかと聞かれた時にこう30時間ほどとこう答えられるところで本当に思わずこう笑ってしまいました。あの広瀬さんに間近でずっと写真を撮っていただいて、まあ、写真を撮られてることは慣れてるんですけど、この距離はあんまりなかったので得難い経験になりました。はい、そうですよ。藤井聡太名人に2023年を振り返っての感想、そして2024年の抱負を聞いてみました。ここのこう1年ほどはあの電車のこうシミュレーターゲームにこうハマっていまして、こうついついこうやりすぎてしまうので、こうやる前にこうあらかじめこう時間をこう区切ってやってはいるんですけど、やっぱりそれでもこうつい超過してしまうというぐらい、はい、ハマっています。あのこう三陸鉄道でこう機動車のこう運転体験をさせていただいたことが あって、そうです、あのこう実際のこう車両をこうやっぱり自分の手で動かせるというのはやっぱり本当にすごくまあ貴重な経験で、はい、感動しました。こうまずはやはり面白いこう将棋がこうさせるように方も引き続き取り組んでいきたいと思っています。まあ、そうです、まあ、それにこう加えて最近はなかなかこう朝、そうですね、こう起きる時間がこう遅くなってしまっているので、あの早起きをこう心がけたいと思っています。藤井聡太名人と羽生善治九段が CM で初共演。将棋に没頭する姿を名演技でこなす。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。